こんにちは。ドイツのパイロットウォッチ専門の南雲時計店です。今日はですね、先ほどブログを書いたんですけども、僕 の、 あの同級生で、まあ、時々こう遊ぶ友達がいるんですけども、その彼があのすごい時計を買ってくれてるんですね。で、今もまあ買い続けていて、すごくたくさんになったからちょっと処分をしてくれないかって言われまして、いくつか預かってきたんですよ。そのうちの、まあ、一つとしてこちらジンの UXGSG9、 これね、オイルが入ってるんですよ。クォーツでなんと 5000m 防水です。で、ケースやベゼルは最新鋭のハイブリッド潜水艦の、その外殻と同じ金属でできています。で、正直な話、まあ彼がねしばらく使ったんで、ベルトはちょっとね、やれている感じがします。そして現状私なんで、まあ、特別に安い価格、本当に安い価格で、まあ、お出ししたいと思います。もちろん一本限りです。で、まあ、ご注文いただいて、お題いただいたらすぐ、まあ、現物ありますんですぐ送れます。正直な話、まあ、ベルトちょっとやれてるし、このバックルに傷があるの分かるかな、光でちょっと分かりにくいかな、ちょっと見えないんですか、ちょっとね傷がちょっと多いんですけど、まあ使う分には全く問題はありません。で、時計そのものはほとんど傷、まあ、ないに等しいですね。多分、まあ現状私なんで、まあ、いつオーバーホール電池切れになるかちょっと定かではありませんけども、かなり安いのでお買い得だと思います。あと、あ、そう、 5000m 防水だということと逆流図が、まあ、特徴ですね。めっちゃ安いんでいいなと思う人は早い者勝ちで、たった1本ですから、あの後で、下のところにブログの URL 貼っとくんで、そちらからぜひ見てみてください。よろしくお願いします。